四国遍路の世界遺産登録を目指す活動に役立ててもらおうと、大手ビールメーカーが売上金の一部を活動団体に寄付しました。アサヒビールでは2011年から四国遍路の世界遺産登録に向けて活動する団体に四国での売上の一部を寄付しています。県内では2013年から県商工会議所女性会連合会に寄付していて、今回は10万円余りが贈られました。寄付の合計は203万円余りで、遍路道に石柱を立てる活動に活用されています。遍路を歩かれるときにですね、実際見ていただいて、そこで実際ね、思っていただくっていうことが、非常に今後に、世界遺産に向けた元機運の高まりも、そういった、一つ一つの活動が結びついていくんじゃないかというふうに、思っております。この石柱を建てることによって少しでもほっこりしていただけるといいかなと思って、私ども活動を進めております。連合会は来月高知市に20基目となる石柱を建てることになっていて、今後も寄付金を生かして活動を続けていきたいとしています。